このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれますように、アスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。元気ですか？元気があれば何でもできる、実況アナウンサーの柿野孝彦です。今回はですね、合気道は受けてはいけない、こういったテーマで話をしてみたいと思います。合気道はですね、99% 当て身と言われてるんですよ。ところが当て身の稽古はしておりません。ではなぜかということなんですが、そのあたりを中心にお話をしていきたいと思います。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。さて、今回のテーマはですね、合気道は受けてはいけないというのがテーマになります。ご紹介申し上げました通り、合気道は 99% 当て身であるというふうな、そんな言われ方もしてるんですね。実際ですね、王先生もそうでしたね、上柴森平王もそうでした、塩田剛造先生もそうです。塩田先生の演武を見るとですね、例えば喉をつくっていう、そんな演武をされてますよね。実際、塩田先生も結構暴れ馬でございましてですね、いろんな、噂を聞いております。武勇伝を聞いております。ですから本当に、危ない目にたくさんあって、その中で培った術でございますんでね、本物でございますよね。本当に王先生であったり、塩田先生であったり、私の師匠の斉藤先生であったり、数々の武勇伝があるわけでございます。その中でですね、なぜ合気道は受けてはいけないということなのかということなんですけれども、最近 YouTube をやるようになりましてね、いろんな情報が入ってくるようになりました。嬉しいですね。本当に、本当に笑いが出てしまうぐらいいろんな情報が入ってきましてね、ああなるほどねと思うことが多々あるわけでございますよ。その中の一つにね、今回の合気道は受けてはいけないというのがあったんですね。かねてからですね、私は、合気道においてもいろいろ疑問点がありました。なかなか当時は聞けなかったんですよ。師範には質問するなって言われましたんでね、変なことを言うとぶっ飛ばされちゃうと思ったんで、聞けないな、でもな、わかんねえんだよなと思ったんです。直接私は返すと王先生とは会っておりません。斉藤先生を、ベースにして王先生の言葉を知ってるんですが、カイソはこう言ってた、我より攻撃するって言うんですよ。自分から攻撃せよってことですよ、なんとなく合気道って受け身のイメージがありますけれども、受けてはいけないんですね。なんで我より攻撃するなのかなと思ってたんですよ。でも当て身と言いながら当て身もないし、稽古もしないし、なぜかな、でもなぜ我より攻撃するっていうのかなと。口伝の中にこういう一節がある。我より攻撃する、両手および両足は同時に使用する、地上に収うるとき、腕と胴体直角ならしめることを家業なり、こういった苦言があるんですよ。これ一挙のことですね。養心館でいう一箇条のこと、腕と胴体を押さえたときには直角にせよということなんですよ。両手および両足を同時に使用せよと、で我より攻撃せよと言うんですよ。で、私はどういうことなのかなと思って、今回こういう情報を得て、ああと思ったんですよ。だから我より攻撃すなんだ、そうか、受けてはいけないんだ、やはりそうかと思ったんですね。で、当て身、先ほどご案内した当て身でございますが、当て身ね、私ね2種類あると思ってるんですよ。一つはですね、当て身ね、一撃で倒す当て身、一撃必殺でございます。これが一つ、で、もう一つは相手の気を呼び起こすための当て身かなと思ってるんです。この2つじゃなかろうかなというふうに思ってるんですね。一撃でやるためにはですね、鍛錬をしなきゃならない。塩田剛造先生よくやってますよね。喉をつく、一本拳でつくんだと、指でつくかもしれない。その時に指が折れてしまってはつけないわけですよ。中心線です、いざとなったら実戦中心線です、本当にやられるか、やるかやられるかの状況に陥ってしまったら、もう卑怯も何もないんですよ。いざとなったら一枚の金的を蹴る、これしかないです。あとは中心線、ここでつく、喉をつく、この中心線ですよ、中心線、ここも狙うしかないですね。もうで躊躇してたら殺されます。そういった状況においても殺されないようにするために、やはり度胸を磨くんですね。前回ちょっとお話をさせていただきました。ですから一撃必殺で、決めないとまずいということになるんです。で、合気道の場合は打ち込みがありますよね。打ち込みがね、正面打ち込みがあったり、正面打ちがあったり、こちらが正面をついていくという打ち込みがあったりね、横面打ちはもう頸動脈を狙っていくんですよ。これも一撃必殺で
作っていかなきゃなりませんから、打ち込みももう一撃必殺で作っていく必要があるわけですよ。一発で頸動脈を狙って KO できるぐらいの首頭打ち、もう空手家もやってますよね、首頭打ち。もう空手家のですね、あの首頭打ちぐらい、空手のデモンストレーションでですね、ね、分厚い氷を首頭で叩き割るという、そういったデモンストレーションがありますが、あれぐらいやっぱりやっていく、あれぐらいやはりですね、やっていく必要性があるんじゃないかなと思うんですよ。で、あの氷を割れとは言いませんが、やはり一撃必殺の当て身をやはり鍛錬する必要があるだろうと思ってます。ね、これはね、例えば横面に変えればですね、頸動脈を打つし、ね、正面から打つし、まあ、こういったものを一撃必殺でですね、やっていく必要性があると思ってますんで、私もその3点をやってます。今一人稽古なんですけどね、合気道ってのは基本的にパートナーがいないとできませんが、もう一人稽古ですが、やっていくしかないということで、まあ、こういったね、打撃の、まあ、鍛錬は自分でできますから今やってます。ですからそれが一つ。あともう一つは、相手の気を引き出すための当て身ではないかなというふうに思うんですね。これが我より攻撃者になりますよ。で、自ら攻撃をバッとすると相手は受けますよね。ね、そうしないと鼻っ柱やられちゃうんですから、バッと打っていく、ね、で相手が鼻っ柱を打たれるのは嫌だから受ける、その腕を取るわけですよ。取って押さえる、そして取って投げに行く、小手返しに行ったり入り身投げに行ったり地方投げに行ったりするわけですね。ですから自分から相手の気を引き出して技に行く、これがね、合気道じゃないかなと思うんですよ。もちろん相手の力を利用するってももちろんありますよ、ありますけれども、やはり大体まあ演武におきましてはね、相手の力を利用した演武なんですが、本来は王先生が言ったように我より攻撃するじゃなかろうかと思うんですよ。そうすると我より攻撃して相手の気を引き出して投げに行く、抑えるということではなかろうかなというふうに思います。というのはですね、合気道の術って手ほどきなんですよ。手ほどき、ね、手を掴む、大体がちょっと考えてくださいね。手を掴んだらもう動けません。腕を制したら、腕を制することができたらもう相手は動けません。この状態作ったの勝ちじゃないですか。これ手ほどきって言うんですよ。で、柔道も手ほどきから来てるんです。相撲も手ほどきから来てるんですよ。実は相撲も手の取り合いから始まったと言われてるんです。ですから相撲の決まり手、四十八手って言うでしょ、手なんです。手、全て手なんですよ。日本の武術って手から来てるんですよ。高知では喧嘩のことを手合って言うんですよ。そして愛媛県の伊那地方では喧嘩を始めることを手がうって言うんです。全部手なんです。手から来てるんです。日本の武術って手から来てるんだなってことが分かりました。手なんです。ですから合気道におきましてはね、やはりその押さえる技がありますよね。これ1強から4強、まあ正確に言うと担当どれまで入れると5強なんですが、これをしっかり修練する必要がある。斉藤先生言ってましたよ、1強から4強しっかりできれば三段だというふうに言ってました。これ基本訓練なんですって。でね、これ大先生が言ったそうですよ。1強から4強および5強ね、これは合気道の準備運動じゃと、合気道に入っておらんと言っていたそうです。これ合気道の準備運動なんですって、うん、ですから、まあ、合気道の稽古におきましてはね、体の変更から始まって、そして1強から5強の準備運動をすると、そしてその後に投げ技に入る、そしてラウンドリに入って最後ザキの呼吸法で締める、これじゃないかなと思うんですよね。いずれもしですよ、私が指導するような立場になったとしたら、これをちょっと実践していきたいなというふうに思ってるんですよ。これね、すべて手から入りますよね。手で押さえると、その作業がまずベースになって、それをができて合気道の体ができるんじゃないかなって、だん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 なんとなくね、分かってきたんですよ。そういうふうな体験になってんじゃないかな、合気道の技は、というふうに思ってます。でね、最近ね、ちょっと骨法、堀部さんがね、やってた骨法、あれちょっと研究したんですよ。骨法も面白いですね。骨法はね、間合いがですね、第三の間合いっていうふうに言ってるんですね。打撃の間合いと組技の間合いって違うじゃないですか。ね。で、その間を取った中間点の間合いを骨法では第三の間合いって言ってるんですよ。ちょうど、手首と手首が触れるぐらいの、これぐらいの間合いで、コップをやるんですね。で、手首で崩すんですよ、コップって。で、手首で崩した瞬間に手を取ったりします。これ手ほどきですよね。そして肘を入れるとか、打撃に入ったり押さえるとかね、腕式で入るとか、こういったことをやってるんです。これコップなんです。コップを研究するとまた面白い。
で、これはまたね、合気道に取り入れると面白いかなと思ったんですね。ですから今いろんなことを研究してます。面白い今意識はね、中心線ね、それから重心、まあ、このあたりを今ちょっと研究テーマですね、自分なりでもやってます。あの口だけ大事にならないように自分でも実践しながらねやっておりますんで、またいろいろ発見がありましたらですね、皆さんには、披露をしていきたいなというふうには思っております。で、まあ、合気道はね受けてはならないということなんですが、後手後手になっては絶対勝てません。特にボクサーですよ。ボクサーの場合も後手後手になって後手に回ったら勝てない。ね、ジャンプが来る、フックが来る、ストレートが来る、どんどん追い詰められて袋叩きに遭ってしまいます。でね、合気道は線の線という人もいますけれども、私は線の線でもなくて五の線でもない。五の線というのは相撲の双葉山がやっておりました、あの69連勝の双葉山でございます。五の線です。合気道は線の線でもなくて五の線でもなくて合わせであると斉藤先生言ってました。合わせだと。合わせで何に合わせるのかなと思ったんですよ。でね、相手の動きに合わせると後手後手になるじゃないですか。だから何だろうと思ってたんですね。で今私が導き出した答えは今のところですよ、相手の気を引き出して、そして相手の動きに合わせて抑える、投げるっていうことじゃないかなと思うんですよ。相手の気を引き出すためで合わせていくっていうことじゃないかなと思うんですね。引き出した上で相手の動きに合わせて制するということじゃないかなというふうに思うんですよ。これが合わせじゃなかろうかと思いました。まだまだね、本当に疑問点たくさんあって、これからその疑問点をまた解決していかなきゃならないんですけれども、研究テーマたくさんあってですね、面白い。で、いろんな武道を研究するとまた面白い。あ、これこういうことかというのが分かってきますんでね、いろんな意味で、でこれはね武道だけではなくて野球であったりね、他の競技であったり、これもねすごく参考になるんですよ。ボクシングであったりね、まあ、こういったことも研究テーマとして、この研究テーマを当てはめながらまた皆さんにはですねご紹介をしていきたいというふうに思っております。今回はですね、合気道は受けてはならない、我より攻撃すであるというテーマでご案内をさせていただきました。このあたりでご礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー